昨日一昨日とですね、アニメーター仲間である山田健一さんに米林監督のことを聞いたお話を話してきましたけれども、あと一日だけ、山田健一さんのお話をお伝えしたいと思います。山健さんにですね、マロに最初に会った時のことを覚えてますかということを聞いたんですけども、でその時どんなタイプの人間っていうかですね、どんな感じを持ちましたかっていう質問をしてみたんですけども、とにかく山健さんが言うにはですね、とにかく正体がわからない、一体何を考えているのかわからない、こいつは本当に集団で仕事ができる人間なんだろうかというようなことを印象に持ったそうです。本当になんか得体が知れない人間が来たっていう感じがしたそうなんですね。でもその後、まあ、千と千尋の時にですね、実は山健さんと丸さんはですね、席は隣同士だったそうなんですね。で隣同士になったことによって、なんかまあこう作画をしてる合間合間にですね、こう世間話、まあ、それはいろいろこう映画の話だったり、まあ、女の子の話だったり食べ物の話だったりなんですけど、そういうことをまあ普段するようになってですね、こいつはなんかこうまあよくまあ普通の会話ができる人間なんだなということが分かってきてですね、でもまあその時から性格はいろいろとですね、まあ頑固なとこもあったりして面白いやつだなっていうふうに思ったそうなんです。でですね、その後まあいろいろ仕事を一緒にするんですけども、最初にマロがですね、絵がうまいというかこいつは才能があるなと思ったのはいつですかっていう質問をしたんですけども、それに対しては小山健さんは、もう物のけ姫の動画をやってる時からこいつは違うと、なんか才能があるっていうふうに感じていたそうです。公式にはですね、原画としてデビューしたのが千と千尋の神隠しからなんですけれども、実はその前に、まあ、ジブリが少し手伝いをしていたテレビシリーズの作品があるんですけども、その時に、マロはですね、実は原画を描いてるそうなんですね。でその時非常に特徴的だなと山健さんが思ったのは、こう当時あったデジタルカメラの最新型のこうカメラのところがこう回転するような、これスイバル式のデジタルカメラというんですけども、それを買ってきてですね、それでいろいろ撮影しながら原画を工夫して描いてたという、それがすごく印象的だったそうなんですね。まあ実は前お話したように、人間ドキュメントの時は物を食べるっていうシーンを描く時に、最新型のこれもデジタルビデオカメラを買ってきて撮影してですね、研究してたんですけど、実はマロ監督がこう結構 AV キーが好きなのかなっていうのが、なんかこのエピソードから感じられました。とにかく山健さんがあと最後に強調しておいてほしいっていうことを言ってたんですけども、とにかくマロが今回監督としてデビューしたのは、やっぱり今ジブリにいるスタッフの中でずば抜けてやっぱり才能があると、絵がうまいやつだからこれは監督になったんだっていうことを強調していてほしいっていうことを言ってました。ということでですね、まあ米林監督のことをずっと最初から見ている山田健一さんから聞いたお話を、この3日間お話ししました。